親愛なるファイターの諸君、前大会の主催者アントノフに代わり The King of Fighters を開催する。諸君らの参加を心待ちにしている。以上、アナスタシア。速報です。前回の大会から存続が危ぶまれていた The King of Fighters の開催が発表されました。今大会の主催は前大会後に失脚、退職となっているアントノフ氏に代わり、新しく代表取締役に就任したアナスタシア氏となります。すでに世界中のファイターへの招待状は送付されているとのことです。クレメンス・ベラビーのマーシャル・メイケン、チャンネルはそのままで。アントノフコーポレーション、てわけだ。お前もおもり頑張れよ。何がってわけだだよ。他人に押し付けといてそりゃないだろ。やっぱり都会はすごいね。こんなに明るいと眠れないや。よく言うぜ。さっき立ち寝してた。おい、あんたは私がぶっ倒す。それまで他のやつに負けんじゃねえぞ、ヘッドフォン野郎。ああ、いきなりなんだよお前。シュンちゃん、いいか、私はな。いつら、チッ、おい、ちょっと待てよシュンちゃん。言っとくけど、リーダーは私だからな。そこんとこ勘違いすんなよ。なんだよ。本当に奴はここに現れるのか。帝国通り、格闘家たちの全力をかけた戦いの場、交錯する思いが集う KOF こそ、あなたたちがバースと呼ぶものの実体化に必要な力の発生源。バースってあの化け物だろ。あいつは一体。バース、私たちは古くからの教えに従いリバースと呼んでいるわ。本来ならこの世に現れるはずがないのだけれど、アッシュクリムゾンの一件で世界の隔たりに歪みが生じた。リバースの再現は免れない。しかしアンプスペクターの力を持つ者、イスラとシュンウェイの協力があれば封印できる。シュンウェイ、シュンウェイ、またシュンウェイ。あいつは私がぶっ倒すってんだよ。で、化け物も私がぶっ倒す。頼もしいわね。だけどリバースは倒せない。元いた場所に押し返すのは限界。何にせよ我々の目的に変更はない。バース、いやリバースを排除し事態の収拾を図る。私はあのムカつくヘッドフォン野郎を倒せるってんだ。何だっていいんだ。分かった、私は残ってもう少し調べる。では手はず通り次のポイントで落ち合おう。イスラ、行くぞ。分かった。って命令してんじゃねえよ。リーダーは私だって言ってんだろ。第一、私はあんたのなんてこれっぽっちも。イスラ、シュン、この世界を正常に戻すため、あなたたちの力、魂があれば必ず。決まったー。今この瞬間、キングオブファイターズが決定しました。何これ、力が流れ込んで止まらない。制御でき、力が、うっ、怪物が消え去りました。一体何が起きてるのでしょうか。今回も AMBC クレメンス・ベラミーが命を懸けてお伝えいたします。
か全部異なるオーラによって支えられた奨励って書いてほしい。大会に引き続き超常現象に見舞われた KOF、 今回も AMBC クレメンス・ベラミーが決勝会場よりお送りしました。それではスタジオにお返しします。皆さんさようなら。
だよ。おい相棒、そんな顔すんなよ。一口食うか。いらねえよ。たく、どいつもこいつも。